アスロン 64FX、アスロン 64FX、アスロン 64FX は AMD の X86 アーキテクチャのマイクロプロセッサ AMD K8 マイクロアーキテクチャによるプロセッサの上位モデル。同じ K8 マイクロアーキテクチャの製品には、アプタラン、アスロン64、アスロン 64X2 などがある。AMD は、 AMDK7 マイクロアーキテクチャによるアスロンなどの製品を製造していた。これにより AMD は業界トップで競合するインテルの Pentium E プロセッサに肉迫するまでになった。しかしインテルが新たに開発したネトバーストマイクロアーキテクチャによる Pentium 4プロセッサの発売によりその地位が脅かされることとなった。K7 の後継となる K8。 マイクロアーキテクチャ製品で挽回を目指すものの、開発の遅れにより挽回は容易ではなくなってきた。そこで、限定的にでも、インテル製品を超える製品を販売することで、名目上業界トップの地位を確保することを決めた。それが、普及製品アスロン64に対する等アスロン 64FX である。アスロン 64FX の FX とは、 SFX を意味していると AMD は述べており、動画制作に適しているものとしていた。具体的内容は、アプタランのスレジハマーコアを採用し、アプタランと同じソケット940に対応していた。そのため、ユニプロセッサ向けのアプタラン100に類似性が見出せ、そのため、全体的な構成としては、アスロン64よりもアプタランに近いと言える。 しかし外部接続を行うシステムバスに使用するハイパートラポートポートはマルチプロセッサを想定しているアプタランの3本に対してユニプロセッサ専用のアスローン64とアスローン6 4 m f x は1本に削減されている。またアプタランは動作の信頼性を重視してメインメモリにレジスタードメモリを必要としていたことからアスローン64。 fx もレジスタードメモリを使用する必要があったただし競合するインテルのペンティアム4プロセッサーを採用するシステムはメインメモリのメモリチップに ddr 400を採用することから競合させるためにアスロン64 mi fx はレジスタードで ddr 400メモリチップを採用することとなったがレジスタードで ddr 400の メモリチップは規格そのものが存在しなかった。ペンティアム4を超える仕様にするための苦肉の策が伺える。当初、アスロン64は競合させるペンティアム4と同じシングルチャンネルメモリを採用していたが、インテルはペンティアム4にデュアルポートメモリを普及させたことで競合させていたアスロン64もデュアルポートに移行する必要に迫られる。 当初アスロン 64FX は、アプタランと同じデュアルポートのソケット940に対応するパッケージを採用していたが、サーバーワークステーション向けとされていた、ソケット940では利用できる、マザーボードが高信頼性ではあるものの高額でかつ、種類が少ないという問題があり、アスロン64は対応するソケットを、ソケット939に移行することで、 アスロン 64FX もソケット939により同じマザーボードが利用できるようになった。これにより、対応メモリはアンバッファードのものに変更され、アスロン6 4 m f x は、アスロン64の単純高性能版として位置付けられるようになった。タディ世代以降では、デュアルコア化されることとなったが、これは当初の計画通りではなかった。 当初の予定ではタリドでアスロン 64FX をデュアルコア化を計画していた。アスロン 64FX の FX は SFX を意味していたがマルチプロセッシングで容易に処理能力を向上が可能な SFX 処理を行うにはアスロン64 FX ではなくアプタランが得意とするものであった。アスロン 64FX は実際には シングルプロセッシングを得意とすることから、ゲーム用途に最適と考えられるようになった。デュアルコア化に伴う消費電力と発熱により、シングルプロセッシング力は引き下げざるを得ず、そこでまずアスロン 64FX では、なくその定位製品であるアスロン64の一部を、アスロン 64X2 として、デュアルコア化を行った。これにより、 アスロン64の名を関する製品には2つのトップブランドが存在することとなった。そしてゲームソフトウェアのマルチコアの対応などを待って十分な期間を置いた後アスロン 64FX もデュアルコア化を行った。これによりアスロン 64FX はアスロン64を関するブランドの最上位性として返り咲くこととなった。その後市場の勢が DDR2 メモリへ移行するに伴い、DDR2 に対応する、ソケット AM2 に、ウィンザー世代で対応した。AMD バッチラゼーション、略称 AMDV にも対応した。インテルは、コンシューマーブランド製品である、コアにエクストリーム q x 6 7 0 0及び、コアにクアットで、クアットコア化したことにより、アスロン 64MeFX もクアットコア化の必要に、 迫られた。しかし、現行の a m d k 8マイクロアーキテクチャ製品では1個のプロセッサでクアッド4個、コア化は難しいことから、デュアルコアを、デュアルプロセッサを運用することで、クアッド化する方式を採用た。現在では、クアッド FX 対応のアスロン64、FX では、デュアルプロセッサ構成となっており、対応ソケットがアップタランと同じソケット F、 クアット FX 専用に変更、ハイパートラポートも3本に増加されたが、アンバッファードメモリで動作するという相違点がある。クアットコアのコア2と価格的に競合させるために、2個1セットでクアットコアのコア2プロセッサと同等という価格設定されており、他の AMD 製品と比較すると割安な価格設定となっている。しかし、AMD はシングルコアの第 半導体を2個を1個のプロセッサ上に実装することで、デュアルコア、デュアルコアの台を2個実装することで、クワットコア化していたインテルの方法を激苦批判していたことから、同様にデュアルコアを2個でクワット化している AMD 自身の言動に批判が起きている。消費電力の面でも1個で限界に近い状態と考えられていたものを2個使用することら、非現実的で、 販売量は極めて限られる。また、Windows Vista の場合、ホームベーシックおよび同ホームプレミアムの各エディションではマルチプロセッサには対応していないため、Windows Vista ビジネスや同 l t i m a t e 等のエディションを使用する必要がある。以下の CPU コアの名称は、AMD 内部での開発コードネームである。130ナノメートル SOI で作成された、 初代アスロン 64FX プロセッサ。このモデルは、アプタランと同じソケット940乗で動作し、レジスタードメモリを必要とするため、アスロン64よりはむしろアプタランに近いと言える。130七メートル SOI で作成された、アスロン 64FX プロセッサ。基本的に、クローハマー世代アスロン64と同じ。また、ソケット形状が、 ソケット939に変更されており、アンバッファードメモリに変更された。90ナメートル SOI で作成された、アスロン 64FX プロセッサ。基本的に、サンディエゴ世代アスロン64と同じ。90ナメートル SOI で作成された、デュアルコアアスロン 64FX プロセッサ。アスロン 64FX プロセッサとしては、 初のデュアルコアプロセッサとなった。基本的な仕様は、ダリド世代のアスロン 64X2 と同じ。90ナメートル SOI で作成された、デュアルコアアスロン 64FX プロセッサソケット形状が、ソケット AM2 に変更され、メモリも DDR2 スタラムに変更された。基本的な仕様は、ウィンザー世代のアスロン 64X2 と同じ。 90メートル SOI で作成された、デュアルコアを及びデュアルプロセッサ専用のアスロン 64FX プロセッサ基本的に、ウィンザー世代のアスロン 64FX 及びアスロン 64X2 と同じだが、デュアルプロセッサに対応するため、ハイパートラポートインターフェイスが3本に増加し、ソケット形状がアップタランと同じソケット F に変更され、 全体的にアプタラに近い構成となったが、レジスタードメモリではなく、アンバッファードメモリを用いる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。